さあ皆さん、英単語の授業がやってまいりました。本日537回目の今日の表現は Involved。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。これですね、情報に基づいたという意味の形容詞なんですね。さあ、問題はなぜこのインフォームドが情報に基づいたという意味につながってくるのか。そのヒントはスペルですね。さあ皆さん、インフォームドをご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。これですよね。インフォメーション、情報ということでよろしかったかと思います。それを形容詞に直して情報に基づいた、つながりそうですね。そしてもしくはですね、こういうことを耳にすることも多いかと思います。インフォームド、これですよね。インフォームドコンセント、情報に基づいたものをですね、患者様に提供し、で患者様に同意を得てから処置を行うということでございますので、そのイメージからインフォームドコンセントをつなげていただいてもよろしいかと思います。そしてインフォームが出てきましたので、せっかくですから動詞も押さえておきますね。もちろんこれですよね。インフォームと言われたら人に知らせる。もちろん知らせるものは情報ですよね。ですから、インフォームの情報に基づいた、インフォームのコンセント、そしてインフォーム動詞につなげていただけますとよろしいかと思います。これで皆さん一石二鳥ですね。ということで、参考にしていただきますと幸いでございます。